エーパンダマスコットアットザモールパーシャルビューオブザインドアローラーコースター西急流中心は香港急流深み地区にある10階建てショッピングセンター急流駅直結のショッピングセンター遠方がオープンするまでは西急流地区最大のショッピングセンターであった2階から最上階までフロア中心を大きな吹き抜けが貫き自然光を取り入れる設計になっている1階は バスターミナルになっており、店舗入り口は階段を上がった2階。最上階のゲームセンターに、世界でも珍しい屋内を走るジェットコースターが、設置されたのが話題となったがほどなくして、運転を休止。レールなどは一部撤去されて跡地は、スケートリンクになっている。近年では、AKB48 のオフィシャルグッズショップが、日本国内よりも先に6階にオープン。 香港オリジナルの商品などの販売のほか、店内イベントなどで年に数回のペースでメンバーも訪れてサイン会や握手会などを行っている。ありがとうございます。